はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーライトワークでやっていきましょう。本日はとりあえずここら辺の適当なものを持って売りに行こうかっていう回だね。よいしょ。あ、それ多分買い取ってくれねえんだよな。で、手には間違って売らないようにこうしとくか。で、手にはマグナムを持ちまして 5% お高く売っちゃおう。間違って弾が出ないよね、空だからね。よいしょ。 OK。 Something you like。 高い、あ、燃焼屋の方がいいかな。バイル拡張ダメージ向上ってどんなもんなんだろうな。どのぐらいダメージ向上するか。でもな、緊急時の取り回しが、え、 You need to clear up some inventory って書いてあるけどさ、俺2箇所空いてるんよね。まあそう言うなら、言うなら3つ目開けるけども。 Many thanks. You've proved to be very resourceful. Here you pay。在庫で売ります。あ、なるほど、お金が溢れるんだ。そりゃ確かにインベントリ必要だわ。お、石も売っ払ったね。 OK。 これも在庫で売っ払います。 OK。 暗視ゴーグル売ってる。6000ぐらいにはなったかな。どうしよっか。これ買って、これ買って、ジョエルがな、ジョエルが布売らないのがちょっと、良くないね。やっぱりジョエルじゃなくてあれの方が良かったな、そばに住んでるの。クエスト。仕事。いっちゃん近いの。あ、これまずそう。リダーチレジデンス、これってこの前行ったところだっけ、覚えてないな。 You can do it, please. You can do it, please. まあ一回行くか、近いし。この前のところだったらサクッと終わるぞ。うわ、大量発生を一掃か。サクッと終わらんわ。よいしょ。じゃあ行きましょうか。これも閉まって、これ持ってく。コメントでね、優秀って言ってたんだよな。ロックピックなんかよりこれ持って行った方がいい可能性あるっていうね。これも売っ払うから金入れとこう。よいしょ。ロックピックより、いやでも車とか負けたいしな。いっか、いや。いや、こっちじゃないな。こっちだ。これも。どうしよっかな。ちょっとさ、布探しの旅に行って、あ、布じゃないか、ダクトテープか。ちょ、やっぱり俺考えた。一旦水増やそう。これどうやって上上がるんだっけ。水増やすわ。なんでちょっと今稼いだ分持ってって、マグナム持ってきて、もう売ってるやつ全部買おう。金が足りなくなったらもうそれはそれまでとして、今持ってる金で全部買える分買って、ウォーターフィルター全部買います。で、ウォーターフィルター5個分作ろう。やっぱね、ダイナマイトが欲しいよ。プラスチックとなんだっけ、プラスチックとパイプ4とダクトテープ、死後20だからちょうどいいね。うん、でこれキャンセルして、まあ、ちょうど帰ってきたらいいぐらいじゃない。なんでこれレシピ、
あ、スタックできないからこれ大変なことなのかな。なので、火炎瓶、コンクリートミックス、シャッター。500個も使ったんだ、すごいね。で、火炎瓶、いっか。よし、じゃあ行きます、クエスト。あ、待って、マグナム持ってる。マグナムいらない。ダメージどんだけ増えるか気になるっちゃ気になるけどな。でも、まあ、大したことないと思うんで。それともあれかな？緑ゾンビってもしかしてアーマー着てたりすんのかね、実は。HP が多い、ノックバックというよりもアーマーで軽減されているがゆえに、え、こんなちっちゃい家がティア4なの？これは初めてじゃない？よいしょ、見えない。まあ行こう、さっさと終わらそう。遊んでない。マグナムショットガン、やば、多そう。めんどくせえな。待ってるのがめんどくさかった。うわ、びっくりした、びっくりした。もう待ってるのめんどくさいとは言ったけども、急に殴りに来ないで。まだ生きてた、こいつやべえ。うわ、金庫だ。うっそ。なんで金庫がついてんだよ。もう、持ってけばよかったっていう話ね。そういえばさ、コメントで何だっけ、爆弾、設置爆弾と、もしかしたらダイナマイトもかもしれないって言ってたんだけど、エリア？エリアじゃない。プレイヤーにダメージがないらしい。だから、ちょっと、それが果たして今もなのかどうか確認してみたいけど勇気いるよなっていう。軍用ブーツ、あれ、軍用ステルスブーツ、あー残念残念。おおお、お前、いたいた。あ、まずい。いたたたたた。もうさ、強すぎて、殴られながら戦う感じになっちゃってる。ダメだ。多分、ショットガン持ち出しても今殴られるなって思ってね。諦めたよね、ショットガン出すの。待って、ヘビいた？いや、今更か。ゾンビ大量発生すぎ、やばいだろ。え、これこっちが正規ルートっぽいな。ちょっと嫌だな。犬来てんな。もうパーアタック。よし。あー、もう2回も殴られた。こっちで、なんで死んでんのか。よし、リロード OK。 犬来てんのか。もうこれリペアしとこう。チャージなくなっちゃったな。犬先やりたいまである。あ、この家あれだね、俺がクマと戦った家だな。やっぱ銃だよ、時代は銃だよ。犬見えな。キュイキュイ言ってるんだ。犬の鳴き声が気になりすぎてやべえな。お、新しいの出たんじゃん今。お、ガードが出ましたね。
ダメージ。ですよね。よし。俺金庫って開けたっけ？結局開けたよね、さすがにな。何が入ってたっけな。よいしょ。OK。じゃあ開けるか。犬どこ？犬見えない。いた。野良？あれか、コード系じゃないのか。ただの犬だった。コード系がいてワンサカ押しかけてくるかと思ってちょっとビビってたけど。布が欲しいな。これ布かな。布だけど2か。やっぱこの前のチェックポイント美味しかったね。何だろうな、変な感じ。うーわ、はい、マーカーの数すご。OK。残弾数確認しながら撃った方がいいの？俺もしかして数えながら撃つべき？18発見てる余裕ないもんな。なんかもう終わりっぽいね。あら、これ報酬部屋じゃん。犬か。あれ、ティア4? 意外とあっさり終わったな。よいしょ。まあ、骨取っときましょうか。スクラップ骨と、これとチェンジでこっち入れとくか。あ、立てない。え、じゃあ、あの外のさ、なんか大回りする系の場所は何だったんだろうね。果たして、かぼちゃの種いらないっすね。キノコもいらないっす。一旦バイクに詰めてくるか。いや、一旦バイクに詰めずに逆にスタックできるのをスタックしてからここに帰ろう。よいしょ。 OK。あんまりスタックできなかった。ロックピックな、中身壊さないらしいよ。あの設置バクな、オーバーで壊すことはないんだ。鍵だけ壊すみたいな。優秀。でも絶対高いんだよな、コストな、使う。微妙だな。微妙ですね。これは ?OK。どっちだっけ？あっちか。よいしょ。で、ここで、整理ボタンを押してから、どっちから入れた方がいい？下から入れた方が良さそうか。で、混ざったね今な。一発で壊した。こっちやね。こっちか。違う。こっちだ。弾多いな。
報酬豪華やな、こうやって見たら。いや、もうアサルトライフル打ちまくりでいいんじゃねって思っちゃうよね、こうなってきたら。OK、サクッといったんで次も行くか。あ、ウサギだ、ハイズリかと思った。あっとっか、キーン、よいしょ、引けなかった、よいしょ、 OK、 まだまだ時間もあるんで、これを押して、これを押して、うわ、もう弾があふれるな。 SMG が欲しいよな。 SMG があればさ、ミスった、あ、ま、間違った、大丈夫、いらないか。 SMG があれば割れないよね。これまで撃っていいか、いや、これキープかな。これもちょっとあんまりだけど、道具系撃ってもいいかな。これリペアも使えるから待っとけ、ここがいいか。よし、売りに行こう。クエスト受けてこよう、とりあえず。夜のクエストになっちゃうな。クエストになっちゃうけど、まあいいでしょう。Thank you, サバイバー。これ買っちゃうか。1700、うめえだろ。ここをこんなんもらっとこうかな。うん。で、これは売っ払わないで、これ売っ払って。あっ、ストック残しとく予定だったのね、まあいいや。で、何でしたっけ、クエスト受ける。夜間限定。まあ、ティア4ぐらいだったら、夜間限定受けてもいいか。今何時よ ?19 時か。夜間限定、ちょっと時間かかるからやめとこう、夜まで。ウィッチってやった気がせん、気がする。ダ・シニオ・シニオール・ドゥログアス・レジデンス。よし、これやってみよう。やったことねえわ、この辺なの。きっとなんかのお家っぽいね、レジデンスってことは。よいしょ、あ、スタックできるじゃん。なんだなんだ、スタックできるんじゃん。弾多すぎ問題。ちょ、これこのスタンバトン、なんでこんなに出てくるん。レベル上げたから、俺がスタンバトンレベル上げたからこんなに出てくるのかな。そういうことなんだろうな。おお、きまくろ。ちょっともうあれなんだけど、本当はヘリの着陸ポイントだからあんまり起きたくないんだけど、うん、いや絶対邪魔だな、これ着陸。え、絶対壊すじゃんこれ俺、いつか。いいよな、これでは買えば。まだ溜まってねえ、ミス。上、あ、上積みもヘリの邪魔になるな。ダメだわ。邪魔だったら上に積めばよくねと思ったけど。ダメだわ。バイク。よいしょ。テイク。よいしょ。売り物。あの軍用物も売っ払っていいよね。OK。今日はサクッとクエストをやる日。こっちかな。SMG 欲しいな、マジで。
持ってないもんね俺 SMG。 9ミリ弾だった俺さ、アーマー貫通もついてるしさ、これでドラムでバーってばらまくような戦い方やりたいんだけどな。というわけでティア4よいしょ、こっちからかな、ちょっと遠かったね 300m って。でもまあご近所ぐらいっすね。あ、ここ、あ、そうなん。しかも庭にサプライ落ちとるっていう、なんていう豪華な家でしょう。こう開けずに、ここら辺止めとくか。違う、よいしょ、レッツラゴー。あ、これってさ違うよ、床抜けるとこ違うよね、ここじゃないよね。あ、ちょっと待って、よいしょ、まあ多分どんどん使っていこう弾。いや、透かすって意味でどんどんではないんで、どうせ増えるからっていう、増えたわ。ちょっとこっち先クリアリングしよっかな。生きてるんかい。よし、で何をするかというと、ティューン、隠しクレート、ゴミかい、ゴミだったわ、あれ取れない。これさ、クレートも壊したりしないか、簡単に。ダメだ、やっぱりこれだわ。斧、ティア5が欲しいんだよな。もう一個上なんだよな。なんでやっぱ今のティアじゃダメなのかな、出ないのかな、いろいろ。よし、犬来る。おいよ、俺何今もしかして電柵に引っかかった。電柵に引っかかったのかな、痛かったもんね、血ついてたもんね。あ、で電柵じゃない、ただのバラ線。ちょ、これ邪魔だから食べとこう。喉の渇く、焼け焦げた肉、よいしょ。よいしょ、外が先、外の全部やったよね今、やってるわ。こういうところってどうやってクリアリングするんだろうね、順番的に。あ、まあ複数人で見るのか、一人で突入しないのか。うわっ、ちょっ、
だから弾をリロードしろと。下手くそが、めっちゃ殴られたやん。リロード忘れてた、調子に乗って。焦ったね。焦って武器切り替えてまた同じ武器に戻ってくるっていう。リロードします。ちゃんとリロードします。はい、使います。調子に乗ったらダメです。使います。よいしょ、リロード、リロード。よいしょ、スクラップ上に参ります。こんなん後ろとか狙われ放題。めっちゃいるんだけど見えないっていうのやだね、ほんとね。やばいやばいやばい。やばい、意外とやばい、意外とやばい、やばいやばい。やばいやばいやばい、出れない。ひどいことなってる、ひどいことなってる。やば、銃があれば余裕なんてことねえよ。マジやべえじゃん。あっぷな、あっぷな。スプリント作れる？作れねえや。ダクトテープ、ひどかったな。追跡じゃないし、使うっす。やば、ふう。なんかお疲れモードにもなっとるやん。これなんなん、疲労、全ての攻撃を受けるダメージが 10% 増加、ビタミン剤で治りますって。殴られすぎたら疲労になるのかな。そうなのかもしれないな。まだいんのか後ろ。あ、終わりだわ、いつで終わりだ。やっば今の。いや、ショットガンにするべきじゃなかったのかな今の。この連射系にするべきだった。大量発生だもんな。ああなるよな。インベントリーが地獄だ。めっちゃ溢れとる。死ぬと思ったね。フェラルホード以外であんな死ぬと思ったの久しぶりじゃない。マジでやばいと思って今の。マジで終わったと思いました、あまりの多さに。しかも銃っても全然死なねえしっていう。そろそろなんかあれ欲しいよな、うん、マシンガン系なんだっけあれ、 M なんとかみたいなのなかったっけこのゲーム。あれ欲しいよね。包帯があるからレシピでクラフト。 OK、 一旦帰ろう。走っても大丈夫これ、これ足、あ、大丈夫だね。足はやってないね。 OK、 どっから出ようかな。壁壊した方が早かったな。よし、うわー、コンクリートだよなここな。歩いた方が早かった。よいしょ、びっくりしたな。手目に合うなって思ってもいいな。犬がいる。いや、俺何も
考えずにもう全ツッコミボタンでいいんじゃねって思ってきた。全ツッコミボタンでいいな、よく考えたら。とりあえず漁りますと。なんかいい本出たかな、後からチェックしよっか。じゃあ漁ってある。ハンドガン SOM1 のクオリティ3、あんまりっすね。ロケランクオリティ5、まあまあ強い。よいしょ。外なんかゾンビが走ってそうな音がしてたね。はい、どうだっけ、迷子になっちゃった。あれ、あったあったあった。弾がいっぱい出てんのマジで。お、医療薬、いっけ。石膏ってどうやって作るんだろうな。ギブス、ギブス、ブス、石膏。いや絶対使う材料が思い浮かばんな。化学なのか。あ、多分ケミストリーステーションだな、そんな気がします。お、初めてのやつだ。スーパーチャージャー来た。加速と最高速度等価いいっすね。そしてゾンビがやってきそうだ。やったか、やってない。あー、ここか、なるほど、懐かしいな。ここに立てこもってたな、なんかのシリーズの時にね。ここの家か、なるほどな、確かにやってたわ。それでお世話になった家だったのか。あ、やばい、犬もいる。よいしょ、いっけろー。で、スーパーチャージャーできたんで、スーパーチャージャー買いましょう。買いましょうじゃない、作りましょう。サプライがある。持てそうだな。持ってっか。やぶつかった。おいおい。やめろ。危ない。よし、お肉食べちゃおう。ウォーターは使うか。うん、どうしよう。俺予定では今日ダイナマイト量産していっかとか思ってたんだけど、結局量産する余裕ねえな。あの前回の作戦はやっぱりダイナマイトで穴開けたいなとか思っちゃうんだよね。めんどくさくてさ、大火で開けんの。ダイナマイトで開けたいじゃんっていう。よいしょ。おい。殴ってね。だよね。よし、下から入れるの怖えな。医療系結構拾ってて、もう弾が溢れに溢れてやべえな。どうするか。こんなんじゃ持てないな。よいしょ、引っかかった。なんか左上雲かな。こう開けたら膨れちゃうし、ティアあんまいいの出ねえしっていうね。
じゃあ拠点作る？拠点作る？拠点作るか。SMG。ティア3作ってもな。アイテムがもう、どうしよう。もう、こうするしかねえわな。ロケット砲をさすがに、あ、持ってないんだ、そもそもが。一発もなかったわ。クロスボウボルトな。使わねえしな。売っ払っちゃっていいかな。いや、弾売るのはもったいないもんな、他の武器の。それぐらいだったらまたタレットに詰めた方がいいまであるよな。スクラップでいいや。よいしょ。開けるか、やっぱり気になるし。おー、ドラムマガジン出てきた。ああ、ダブリだ。スコープとドラムマガジン。ドラムマガジンはね、あれ持ってないんで、あんまり。当たりの部類かな。違う、こっちがいいな。値段違う？あ、違うわ。リペアして売った方がいいわ。気のせいか。よいしょ。もういらないか、こんなに。スクラップ。微妙だな。ご飯。ん？バイク乗って冷た？まだだよね。バイクの、あ。うわ。溢れちゃった。捨てよ。捨て。なんかない。捨てても良さそうな。腐肉ぐらいかな。よし。売り物。で、スーパーチャージャーを作りたい。スーパーチャージャーを作りたい。斧は予備ないもんね、今ね。あ、1本あるわ。じゃあ1本いってみよう。ニコイチできるようになったらいいのにな、また。あのニコイチ意外と好きだったんだけどね、システム。まあ、序盤から強いの手に入っちゃうのは良くないのか。そんな簡単には手に入らんかったけどな。よいしょ。これ使う。お、スーパーコーンの種出てくんの？マジ？それすごいな。ハンド。結構当たりだね、今回の。うん、え、スーパーコーンの種出てきちゃっていいの？よいしょ。ふぅ、一段落。水一本か。ないよりって感じか。どうする？まだまだだ。もうここら辺も全部さ、あれかな、全部一回刈り取って変えるか、植え替えるか。もうこのなんだっけ、この綿花に。綿花の種いくらある？これ種じゃないしな。朝だっけ、綿花でやってる。33か。いや、 TNTダイナマイトとかのこと考えるともうやるしかねえな。これで260作れるわけじゃん。
1セットで結構取れるってことを考えると悪くないよね。よいしょ。というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしましょうか。次回はまあクエストかな、ちょうど朝ぐらいになると思うんで、クエストやりつつダイナマイト、いやダイナマイトやるのはどうせなら20個ぐらい一気に爆発させたいんだよな、ね、なんで今じゃないんだよな。これ結構な量あるぞ。これ100ぐらいあるな。もう1区画か。もうこの区画全部面下でやるなら合体しちゃってもいいけどな。わざわざ50に区切ってるけど、よいしょ。いやー、緑色のフェラルゾンビどうしたものかな。これって緑対策ついてる？あ、ついてないんだ。いや、もしかして緑ちゃんとオフった方がいいのかな。そんな気がしてきた。ちょっとずつ対緑用の、あれ自然回復止まるって書いてるけど、実はダメージボーナスとかついたりしないのか、緑に対して。緑フェラル、じゃあフェラルでもないのか。緑は、緑はあれだ、放射能汚染、ラディエーテッドゾンビか。よいしょ。あいつらにもボーナスがあるか。厳しいもんな。ニコイチないよね今ね。ないよな、どう考えてもないよ。よいしょ。 OK、 種はないです。でも作物余ってないです。4個だけ。こっちにもないはず。 OK、 草刈りしてもいいかな。こっちどうなってる今。21個か。21個か。チェーンソーってさ、いや強くないよな。チェーンソーはやっぱ槍の貫通スキル拾いたいな。とりあえず槍に、今俺の期待は槍とマチェテかな。でもマチェテ多分あんまりなんだよね。スレッジハンマーは石ハンマーではもう敵倒せないから、近接無理って感じ。14種類ぐらい持ち歩くみたいなことになるのかな。まあ、今もまあ実際3種類持ってるけど、マグナム6発しかいられないしな。でもティア4であの量を押しかけてくるんでしょう。無理くねっていう。緊急時の取り回しが悪くなるの良くないもんな。回復を90秒か。無効じゃん。回復ちょっと無効にした時、そんながっつり回復してるわけないだろうって思うんだけどね。1、10、100、100は言い過ぎ。待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10みたいな回復したとしてもよ、したとしても攻撃力150だから、そんな90秒なんてどうでもいいんだよぐらいにね。一発多めに打つか打たないかぐらいじゃん。いや、これの品質、ちょっと次回
やべえことやるか。どれだっけ、これか。略奪品ボーナスが上がる食べ飲み物ってあったっけ。ないか、ないか。ちょ、ジャイロコプター乗って、うわ、ジャイロコプター、ジャイロコプター飛ばしにくくなっちゃったんだったわ。ちょ、ヘリポートこっちに伸ばそっか。ちょ、次回こっちにヘリポート作る、これクラックアブック壊して。そうしよっか。もうさすがにここ着陸すんのリスクだよな。いろんなの、いろんなゴミみたいなもんしかないし。よいしょ。謎のシャッターがあったり。ガシャン。謎すぎるだろこのシャッターっていう。閉まった時だけ上歩けんのか。あ、落ちた。閉まった時だけ上歩ける。よし。というわけで、じゃあ次回はもしかしたらヘリポートをちょっと横に拡張して、横に拡張して、それからヘリで、あ、トレーダー開いちゃった。そろそろトレーダーな、レベル上がってもいい気がするんだよな。レベル上がったらわざわざ俺が屋上だけを抜きに行く必要ないんだよね。なんだ、ポンプアクションかよ。ポンプアクション今も持ってんだよ。爆発と、まあ、ポンプアクションかな、高いし。ポンプアクションでこれ来るか。来たー。 SMG バンドル、 SMG と、どっちがいい。バッバッテリーバンクワンチャンさ、太陽光のやつ入ってねえかなとか期待しちゃうんだよね。ということで次回はもう決定ですね。取引ルート、またヒューか。取引ルート開拓して終わりか、もしくは新しいやつ。これどうしよう。これ食べちゃうか。食べて開けてみよう。略奪品ボーナスが乗るか知らんけど。いきます、 SMG。 あったー、欲しいの来たー。まさにこっちは来なかった。よっしゃ、いいね、いいね、流れ来てるね。物欲センサー仕事しなかったね今日は。めっちゃ欲しい言うてたのに。発電バンクも来た。めっちゃ優秀、優秀だね今のチェスト。売るの忘れたな、ショットガン。違う違うです、これ違うです、ここじゃないです、ここです。じゃあ SMG カスタマイズして今日終わりにしよっか。200発、じゃあ2スタックぐらいも打ち尽くすぐらいの勢いでいいわ。ショットガン置いてっか、いったショットガン置いてって、よいしょ。でこうして、ここにあるのおかしい。でもここ弾こっちないと分かんないのか。こうか、違う、これじゃダメな、やっぱこうだな。最後が分かりやすいアイテムじゃないといけないから、拾ったのと混ざる可能性があるからね。こうだな。あれ、もうわからなくなっちゃった。じゃあこれか。
こっちまでロックされてるっぽい。そうだね、こっちまでロックされてる。で、一旦これこうして、セーブボタン押したらショットガンとかどっか行っちゃうんで。で、除去いらんとか5つ除去と、これは大容量マガジン行きます。で、アイアンドットはいらないかな。サプレッサーは、俺サプレッサーおまけ持ってないんだ。あと待って、スーパーチャージャー作ろう。2個作るかな。中の2、ラジエーター2、ラジエーター2、なんだっけ、何入れてたっけ、あれあった、こんなもん、イエス正解。なんか1個ダクトテープが必要なかったらしい。でサープレッサー作るから、やっぱ待って、ダクトテープ必要かも。ちょうどサープレッサーじゃん、スーパーチャージャーとサープレッサー。ウィル、プラスチックいるっけ、何が必要って、ダクトテープだ、入れてるわ。あー鋼鉄なくない、これで俺入れてよな、さっきあった。サプ、いやあえてサプじゃなくってロングバレルでいく、ロングバレルでいくのありかな。で取り回し、バーストはフルバーストでいい気もするけど。あ、で、歩行困難つけるか。でも歩行困難さ、あんまり良くなかったよな。あんまり良くなかったっすね。っていうのも、ゾンビが、足元にいて、見落としてたんだよね。焦って撃ったら。あれちょっと良くなかったけども、遠距離から撃って時間稼ぎできるならありなのかな。とりあえずこれで何個つくかによる。左から、あ、ストックつかないんだ、サプ、サプつか、サマシンガン、そうなんだ。グリップ系なかったっけ、なんか銃って。あ、これこれこれ、フォアグリップか。フォア、これ買ってもいいかな。粘着持ってった？接着剤ないっす。ちょっと半分だけにしとこうかな。で、これと、これと、これじゃなかった気がするな。なんだっけ？バネだ、プアネだ、これスーパーチャージャーを1個持っとけば多分覚えてるはず。明日エンビン24なに、まあスーパーチャージャーつけてちょっと飛んで行って帰ってくる頃に完成してればいいなって感じかもね。というわけで、じゃあ今日はここで終わりにしましょう。あれ、反動系ゲーム、あ、どっちがいいの、マズルブレーキと。いっか、とりあえず打ってみるか。リロードおっせえ。まあ60発入ってるかじゃないか。あれ強いぞ、さすがに強いぞ。タラララタン、普通に
結構 DPS 出るなこれ。タタターンって、159なんで2発打てば2、8、16、まあまあ大体同じぐらい出て、であと1個つくからオプションが、でなおかつ俺9ミリ弾貫通するはずなんで、あ違う貫通じゃないか、防御力無視か、どうやっけ、あーこれか、あダメだ、自動小銃別物か、あれ9ミリ弾なんだっけ、9ミリ弾なんかなかった、ハンドガン、マグナムじゃない、ハンドガン、ちょっとピストル、これか、至近距離から発射された9ミリ銃はって書いてるけど、これハンドガンのことかな、もしかしてこれハンドガンのことかもな。9ミリ銃に SMG 入ってたら SMG 別枠であるわけないもんな。多分ハンドガンのことだと思いますこれは。あ何これ、自動小銃用のドラム型、そんなのあんの、専用のがあんのかな、キルすることに20秒間走行 10% ダメージ欲しいな。マガジン、あこれこれしかないな、あれこれこれこれかな、ドラム、ドラム、やっぱこれだよな多分、いや、逆引きできるんだっけ、できない、あ本、あやっぱこれだ、じゃあもう持ってるからいいんだ。というわけでじゃあ次回パパパパーってやってみましょう。待って、一瞬で2発撃つわこれ、一発撃ってるつもりなのに2発撃っちゃうわ、強いかも、これで強い弾とか撃ったらマジ強いんじゃね、遠距離ダメージ77のブロックダメージ13、倍ぐらいか、よくある、あもうこれに弾乗り換えていかないとダメなのか、そういうこと？ノーマル弾使ってんなよっていう話？そういうことかもしんないな。そういうことかもしんない。ノーマル弾なんか使ってんなよっていうことなのかも。ギアが上がってったら。貫通弾とか使えよみたいな。というわけでじゃあ今日はここで終わりにしましょう。ご視聴。ありがとうございました。静止画でした。